Hazard 6. Welcome to the center of the earth. はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながらね、やっていきましょうか。よしよし。ホビープレイヤー。イエス。Thank you. バッグ。あれ、こいつ。変化しないかっこいいか。そしたら弾を込めて、早速ね、1個目の質問に乗っていきたいと思います。多分大丈夫だよね、今読んでもね。はい。めっちゃゾンビの声が、言ってる。大丈夫だよ。ダメだ。ちょっと待ちよ。こいつに一発、お仕置きをしてから。はい、OK。じゃあ行きましょう。現在学生で将来起業し社長になりたいと思っています。しかし何で起業したらいいのか、そもそも会社の作り方も分かってますね。このままだと普通に就職することになりそうですが、何から始めたらいいでしょうか。わあ。これなんか僕自身のことのようですごいぐさっと今来ちゃいましたね。結構胸が痛い。大事だなぁ、こういう考え方をずっと持ってるっていうのは。まあ僕も失敗したなって思うのが、まあ自分、なんだろうな、起業するっていうことに、まずそんなに知識っていらなくって、まあ役所に、書類さえ提出すれば OK っていう、その程度なんですよ。ぶっちゃけね。まあ、個人開業届とかも含めてって言って、個人のね、開業届も含めて、まあその程度でいいと、こういうところなんですけど、まあ、ただ、大事なのが、起業したいって思うことを学生さんで考えてるっていうのはすごく立派なことですし、すごいいいことだと思う一方で、まあ、なんで起業したいとか、そういうのはどうでもいいんですよ。社長になりたいからって、人の言うことを聞きたくないからとか、お金稼ぎたいからとか、自由を手にしたいからとかっていうのを、そんなんはもう、どんな理由だったとしても全然問題ないんですよ。問題になってくるのは、問題になってくるのは何かっていうと、その考え方、その起業の内容の話であって、よく多いのが、自分はこれができますと。だから、そのことで、会社を起こしたいと思うんですっていう、その自分のやりたいっていうことが前面に出た起業になると、まあ、失敗しやすいんじゃないかなと思うんですよね。ただ、一個問題は僕が起業してないから、大した役に立たないアドバイスかもしれないっていうのは、これは注意しといた方がいいと思いますね。僕起業したことないんでね、残念ながらね。起業したことのない人間のアドバイスを、真に受けて、あ、起業頑張るわって、勘違いだけしないように気をつけてもらったらと思うんですけど、アドバイスし始めといて何を今更っていう感じなんですけどね。あっちあっちあっち、余計なことしやがってバカったれ。また来てる？ほい。オッケー。ここもう戻れないんだよね。いや。そう。で、なんて言うんだろうね。そもそもあなたのやりたいと思うことと、助けてくれてありがとう。そう、やりたいと思うことと、お客さんがね、それ欲しいわと、そのサービス欲しいわとか、その商品欲しいわっていうニーズ、まあ、要は需要と供給ですよねっていうのがそもそもマッチしてなかったら、会社を起こすだけ無駄ですし、なんて言ったらいいだろう、まあ、無駄っちゅうかね。おいで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 。無駄だし、それから、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、いずれ、ニーズがなくなって、会社は潰れるオチになっちゃいます。そんな感じですね。それは間違いなく言えることですね。ああ、もう、早っ。
ていうところなんですよね。で、ここに関しては、結構いいマーケティングの本があって、まあ、僕はこの考え方をしたおかげで、会社を起こすことはできなかったけど、営業でかなりいい成績を取ることができて、まあ、まあ、毎年上位に食い込むというか、まあまあ、1位を何回も取ったこともあるし、っていうようなくらい、まあ、自分で言うのもなんですけど、その会社の中だったら割とまあ優秀な営業マンでいられるかなっていうのがあって、まあ、結構有名な本なんで、会社経営を考えてる方のレベルだったら多分もしかしたらご存知かもしれないんですけど、ジョブ理論っていう本があるんですよね。まあ、もう一回僕もこの本読み直さようかなと思ってるんですけど、ジョブ理論。これ何かっていうと、まあその中に書いてある、話にはなるんですけど、要は、お客さんって、いろんなことで悩んでますよね。ああいうことが、したいって思っている、その、ウォントの部分だったりとか、いや、これがやりたいけど、できないみたいなことを考えてるとか、いろいろそういう悩んでることがあると。例えば、まあ、その本の中に書いてあったことで、一つ紹介をすると、お客さんは、まあ、DIY、工具を、買いに来てますと。工具を買いに来ている中で、お客さんの解決しない課題が一体何なのかという話ですよね。うん、で、ドリル買いに来ましたっていうお客さんがいたとします。そしたらあなたはどういう提案の仕方をするかっていう話なんですが、どういう提案の仕方しますか？ちょっとシッキングタイム。ドリルが欲しいって言って、あなたが働いている工具店に物を買いに来ました。っていうお客さんがいらっしゃいました。と。で、そんな時に、なんかすげえ危ねえのがいる。なった時に、うん。ジョブ理論、普通はドリルをね、紹介すると思うんですよ。普通に。うん。こんなことができて、あんなことができてて、こんな便利な機能がついてるんですよ、みたいなことを多分紹介すると思うんですね。ところが、そのジョブ理論っていうのは、結局、お客さんが解決したいものっていうのは、穴を開けることなんですね。ドリルを使うことによって。で、穴を開けて、例えばカレンダーを設置したいとか、なんか棚を用意したいとか、まあなんかいろいろあると思うんですよ。穴を開けることで。うん。そういう、まあ、ニーズがある中で、ここ行きたいけど、こいつらを始末してたのかな。うん。で、そういうニーズを満たすために、その商品を、だったらこのドリルがいいですよって。どんな穴が欲しいんですかって。何をするための穴が欲しいんですかっていうことを、きちっと考えてあげるっていうのがすごい大事。うん。になってくるんですよね。Leon! I need your help! 貸したいんだけど、早く上がってきて。そう。で、そうなった時に、お客さんはこういう穴が欲しいですって言ってるのに、あなたがドリルを、こういうドリルを売りたい、ああいうドリルを売りたいみたいなことばっかりを考えてしまっていたとしたら、ね、全然お客さんドリル買ってくんないですよね。いや、だって、いや、ドリルが立派なのは分かったけど、でも、お前そのドリルじゃ、俺が欲しい穴作れないんだよ。小さすぎるとか大きすぎるとかなってますよね。Enough already! Shut the hell up! ってなっちゃうんですよ。だからそうならないためにも、まずはどんな穴が欲しいのか。だから、あなたが会社を起こしたいですっていうことを考えたときに、あなたは、どんなお客さんのジョブ、片付けたいジョブ、お困りごとっていうのを解決することができるのかと。だから、やりたいことから入るんじゃなくて、やりたいこととかから入るんじゃなくて、できることっていうのを考えたときに、お客さんがどういうことで悩んでいるかっていうことと、あなたができることっていうのを掛け算したときに、これができるなっていうことを考えて起業っていうのをしてみたらいいかなっていうふうに思いますよね。初めからやりたい、こういうことがやりたいとか、ああいうことやりたいとかっていうことだけで考えるっていうのは、多分遅かれ早かれお客さんのニーズがないっていうことから、まあ、会社を起こしたとしても、まあ、
潰れてしまうんじゃないかなというふうに思います。会社を起こすこと自体はね、もう今はね、1円もあればできる話なんで、問題はないかと思うんですけど、そんなところかな。ジョブ理論っていうのはすごい大事だと思いますよ。ヘレナが来るまでね、暇なんで、ね、ちょっと待っててましょう。ああ、今来てるね。うん。っていうようなところかな。だから、まあ、僕なんかは、やっちまったなって思ったのは、コーチングをずっとやってたんですよ。大学生のところから。自分でセミナーをやってみたりとか、実際にクライアントを取って、お客さんを相手にして、パーソナルコーチをやってみたりとかっていうのもやったんですよ。それでまあ、月に数万円レベルっていうので、コーチングだけで稼ぐこともできてたんで、そういうね、状況もあったから、コーチングでこのまま食っていけたらいいなっていう思いもあったんですよ。ところがまあ、コーチングってやっぱり日本で、名前は知っててもどんな内容なのかっていうのがまだまだ仕事しきってなかったっていうのもあったんで、まあ、お客さんを掴み続けることができなくって、これで食っていくっていうのはまあ無理だなっていうことに気づいて、まあ残念ながら、ね、普通に就職せざるを得なかったっていうことです。これって僕がコーチングやりたいっていうところから入っちゃったんで、会社を起こすっていうところまでは残念ながら至らなくて、だら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 、まあ、学生生活過ごして稼ぐっていくってあてもないまま就活をしてしまって、で、終わったっていうね、オチになったわけなんですよ。そうならないためにも、大事なことっていうのは、まずじゃあ、コーチングはまあ僕はできますと。でもそれやりたいじゃなくて、お客さんが欲しいって、おーなった時にどういうことができたのかっていうことを考えると、まあ、ちょっといろんなことで悩んでいる。じゃあコーチングを受けるお客さんってどういうふうに悩んでるんだろうって。じゃあ、コーチングを受けることでその悩みっていうのは解決するんだろう。果たしてそれでもコーチングはいらない、コーチングがなくてもできることなのかっていうことをいろいろ考えた上で、Roger.改めてコーチングをそのまま続けていくべきなのかどうかっていうのは考えておく必要があったかなっていうふうに思いますね。それがないままにコーチングやりたいし、コーチングできるから、まあこれで食っていこうやっていこうって思ったのがまず間違いだった。そこのニーズっていうのがね、拾い切ることができなかったっていうのがね、間違いだったね。うん。だから、あなたがターゲットとするお客さんの、からつけたいジョバーなんですか、お困りごとは何ですかというところですね。で、それによって、あなたが提供している、あなたが提供することができる能力とかサービスとか力とか、まあ、あるいはまあ商品をもし作っているのであれば、商品は一体何なのかっていうことを、まあ、ぜひ考えてほしいというふうに思いますね。その上で、じゃあ、こういう会社を作ったらいけるなっていうことを、たどり着いていく。これが大事。うん。このゾンビ相手にしてるみたいな。よいしょ。で、早くヘレナちゃん来て。うん。ヘレナ、うん。で、ちなみに、じゃあ、どんなジョブがあるのかっていうことを、考えると、ちなみにどんなジョブをからつけるのがいいのか、まあ、ジョブの見つけ方っていうところですよね。じゃあ、どういうので起業したらいいかっていうと、まあ、大抵は、なんていうかな。直結する、三大欲求に直結する、要はそれを満たしたらもうすぐに、なんか欲求が満たされるみたいな、そういうものがいいかなっていうふうに思いますね。例えばお金が稼げるとか、その詐欺とかダメですよ、詐欺とかダメなんだけど、お金が稼げるとか、それから食を満たせるとか、それから睡眠欲を満たせるとかっていう、だから飲食店やる人が多いっていうのは、やっぱり食の、食ってやっぱり大事じゃないですか。衣食住の中でも食っていうのは、うん、やっぱ食い続けていかないと、究極死んじゃうわけだし、うん、っていうことを考えると、まあ、食欲、睡眠欲、性欲みたいなものに関しては、しっかりと、やっていった方がいいかなっていうふうには思いますね。ああ、やっていったらいいじゃない。から見つけるっていうのは一つ、ヒントにしてみてはいかがかなっていうふうには思いますね。うん。ということでね、まあ、そんな感じで、まあ、ジョブ理論っていう本をぜひ読んでみてください。そっからかな。
うん、会社の起こし方とかに関してはね、ちょろっと調べればすぐ出てくるし、役所行って、書類もらって、個人事業なり、法人なりっていうのをやれば、個人事業だったらお金はかからないし、法人だったら1円以上必要にはなってくるんですけど、それさえあれば、株式会社なんとかっていうので、株式発行していく会社を起こせますから、ぜひやってみてください。はい。ということで、次行きましょう。ごめんなさいね。就活の面接対策を考えているのですが、自分の強みが分からず悩んでいます。どのようにして見つければいいでしょうか。はい。まあ、自分の強みを見つけられない場合っていうのは、その自分がこうだっていうことを考えるのが案外ポイントとしてずれているっていう可能性が考えられるので、他人によく褒めてもらえるポイントはないかっていうことで、ぜひ考えてみてはいかがかなっていうふうに思いますね。うん。っていうところが大事かな。例えばあなたすごく真面目ですっていう、真面目だよねって言われることが多かったりとか、それから、面白いとかって言われたら、まずはその、結論として伝える、いや、僕真面目なんですとか、僕面白いですとかっていうのは、言っていいと思います。ただ、うい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 、なんか魚が泳いでるね。ただ、それで終わったら、いや、あなたの強み何ですか？あ、僕真面目なところですで終わったら、全然、ほうで終わっちゃうじゃないですか。いや、それは分かったけど、で、何なのってなっちゃうだけなんで、そうじゃなく、それだけで終わるんじゃなくて、おぉちょ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 、あ、Thank you。いたのかよ、びっくりした。無音で芝居てきやがる。そして、誰お前って。だから、で、そっから先の話は、だから、その、例えばあなたのことを真面目だとか、面白いとかっていうね、そういう、なんかいろいろこういう、こう、あなたこういう人間だよって評価してくれる人がいたときに、どこを見て、どういう仕草を見て、どんな、普段の関わりを見て、そう言ってくれるのかっていうのを、しっかりと、分析してみるっていうのが大事になってくるかなと思いますね。うん。で、例えば言葉遣いが丁寧だとか、まあ、飲みのグラス、飲みのバーに行った時とかに、グラスが空になってて、いち早く気づいて注ぐことができているとかね。で、例えば面白いって言われるんだったら、それは芸人的な意味なのか、それとも普通にコミュニケーション、会話を取ってて面白いっていう意味なのか、どういうエビデンスをもとに、それあなた面白いって言ってくれてるのかっていうのを、きちんと読み解くっていうのが大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ単にね、面白いとかって言われてるだけだったらアウトなんで、面白いよねって言われてるだけじゃ、それじゃ物足りないと思いますね。面接官としてはアピールとしては弱いというふうに思われてしまいますんで。はい。まあ、ただ、まあ、こんなこと言ったら元も子もない話になっちゃうんですけど、強み何ですかって面接で、よく聞かれるんですけど、まあ、どういうパーソナリティなのかっていうのを、まあ、たったね、30分1時間程度しか話さないような、面接の中で伝えるには、やっぱ強みって何ですかとか、志望動機何ですかとか、あなたがやりたいこと何ですかっていうのを聞くのが、まあ、その人の人となりを知るのに手っ取り早いんですけど、でも結局ね、強みを押せなかった。スペースと R って難しいね。うん。あ、ごめんなさい。なんかね、別にその面接官に僕の強みは面白いところです、なぜならとか、真面目なところです、なぜならみたいなところを話したところで、入社する頃にはこの人こういう罪があるよねっていうことは残念ながら忘れ去られているケースが非常に多いですし、あなた自身がその強みを生かしてなんとかしようみたいなふうに思ってなかったとしたら、残念ながら入社した直後、仕事を覚えるのとかいろいろとこう指示を与えられたりとかっていうので忙しくなりすぎて、そのあなたが面白いとか真面目だとか粘り強いとか根性があるとかっていろんな強みがあるかと思うんですけど、自分自身がそのことを忘れてしまって、で仕事に忙殺されて残念ながら終わっちゃう、終わるというか強みを発揮することができないままになってしまうっていうことが、まあ、十分考えられてしまうというところなんで、だからまあ一度強みだっていうことだったら、それを面接の場ではなんて言うんだろうな、どんな風にその強みっていうのはなんでなのか、なんでそれが強みなのかっていうことだけが話せればいいんですけど、あなた自身が仕事を始めた時にその強みをしっかりと活かせるように意識して残せるような状態っていうのを保っておくっていうのが大事なのかなって思うんですね。はい。僕自身が強みっていうのは、人の話を聞いて、まあ、聞くこと自体は苦手なんですよ、ぶっちゃけ。Careful! That thing's still around here!
スポット自体は湯だけなんですけど、あれ、これどこに向かってたのか、こっちで、そう、話を聞くこと自体苦手なんですけど、あ、なんていうかそのヒアリングが苦手って言ったらいいのかな、質問したりするとかっていうのがなんですけど、人の話を黙ってずっと聞いてるっていうのはまあまあできるんですよね、うん、だからコーチングやっていたっていうのがあるんですけど、そのコーチングをずっとやってきたんですけど、新入社員の時にそのコーチングっていうのを自分の強みだったりとかできるっていうことから忘れてしまって、でまあね、潜在的に考えていることを引き出したりとかするのが得意っていうか、もうたまたま向いてたっていう感じだったんですけど、いざお客さんと営業として働くと、どうしてもやっぱ自分が売らなきゃ売らなきゃみたいなね感じになってしまって、自分が売らなきゃ売らなきゃっていうのがもうこう中心にメインになってしまって、え、あー、びっくりした、やってくれた、そうそうそう、ね、ヒアリングするどころか、もう喋るのがメインみたいな感じになっちゃったんですよ。で、ところが新人がいくら偉そうにこの商品こんないい点があってとか、これ買ったらあなたこんないいことありますよみたいなことを話したとて、まあ新人は買わないわな、うん、っていう、新人からはまあ足しげく通う感じじゃなかったら、それこそ力量で買うことはなんか買ってもらうことなんか難しいですから、うん、まあもっとヒアリングしとくべきだったな、ヒアリングをちゃんとしたその自分の強みとしてやっとくべきだったかなっていうふうに思うんですけどね、うん、まあただそれはまあとあるね採用の時に仲良くしてもらってた方がいらっしゃったんですけど、まあ上司というかまあ別部署の先輩みたいな感じですかね、に言われたのが、せっかくコーチングやってきてたんだったらそれ活かさなきゃっていう風に言われて、はっと気づいて、でそこからまあ意識するようになってから営業はちょっとずつ上手くなっていったっていう感じかな、うん、だからまあ強みを探すこと自体は自分で見つけきれないなら友達とかそういう親しい人からよく言われる評価っていうのをしっかり自分の中に落とし込んでいっていただけたらいいと思いますし、まあ一方でね待って、弾が切れた。なんかうまくいかないね、今回ね。まあいいや。うん。っていうのがあるし、それを忘れないっていうことがまあ大事になってるかな。うん、まあ、強みは忘れないようにしておくこと。全然、なんで ?What?、うん、強みは、せっかく、ね、就活をこれから挑みますって時に、忘れてしまったらもったいないって話なんで、ただ探すだけじゃなくて、それを活かすっていうことをしっかりとね、考えてみていただきたいながら、採用ね、就活に対策を望んでいただけたらなと思います。どこかな?よっしゃ。あれがね、さっきからね、くるんだっけ、あれ、撃った、何が来て、何が来る、 Get ready! Here it comes! エレナ、来るぞ、あ、危ね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 、よし、こいつ倒したら、もうこのチャプター終わりなんでね、しっかりこんだけ時間長く喋ったくせに、ドーン、 Good job! 全然、あれだね、質問2つしか答えられてなかったね、しまったらごめんなさい。まあもうこのチャプター終わりになってくるんで、うん、あ、失礼、まあ一旦ねここで質疑は終わりたいと思います。ちょっと次回のチャプター結構好きかな、最初が結構好きなんですけどね、うん、まあ、次回ねしっかりとまた人生相談乗りながらね、ゲーム実況の方もやっていけたらなと思います。なんかあれだね、QT むずいな。もともとの QT もむずいけど、うん。ドーン。何が起こったんだろうね。あら、水も滴るいい男ってやつ?うん。まあ、そんなアホなことも言いながら。まさか、オールトークとか爆破されたのか、これ。滅菌作戦。早いよね、今回。ラクーンシティなんかやるのに、なんかね、1週間は言い過ぎか。4日、5日くらいかかったのにね。Thank God you're still alive. I got a little bit. Where's Simmons? At
After speaking with you, he left. In our hurry. Shit. なるほど。Where did he go? Child. Leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. そう、手がいのトラブルみたいに。Anyway, we can find out where he went. シンタ、ちょっと黙っとくか。失礼します。I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these.Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago called the C virus. C virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No.Listen, Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China. かっこいい!中国乗り込むレオということで死にすぎましたが、ああでもまあトータルランク A なんで許してください。まあ全部のねパートが、そう、死亡回数がだけが B、全部 A 取れたらね、なんか S になれるらしいけどね。まあそんなこんなでね、まあ、このチャプター自体ちょっと50分少々ということで、まあこれまでのパートと比べたらまだ短い方なのかな。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね次回パートでお会いいたしましょう。人生相談またいっぱい。投稿してね、お願いします。ではでは。